今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は京漬物の増本さんに伺いました。お漬物屋さんにも春満載という、そんなお話を伺います。こんにちは。こんにちは。もう春らしい食材が揃っているなっていう感じなんですが、まずフキノトウ。はい、そうなんですよ。これはね、はい、もうやはりこれ年々ねファンが増えていくんですよ。召し上がったお客様がだんだん増えるので。ああ、そうですか。で、はい、初めはね、もうここだけで売りしてたんですが、はい、だんだん僕生まれたのうちの直営店でも売りしてまして。そうですか。人気の商品ということですね。それからこの全体に私弱いんですが、この聖護院ゆずかぶら美味しそうですね。はい、そうですね。こちらはですね、ちょっと春というよりもちょっとまあ冬の商品なんですが、はい、柚子らしいですよね。柚子っていうのがやはりその2月3月の柑橘類ですので、はい、ああ、そっか。聖護院大根もそうですよね。聖護院かぶら、かぶらなんです。千枚漬けと同じ食べ物。いいですね。すごく贅沢な漬物ですね。本当ですね。これは私今日はぜひ買って帰ろうと思います。はい、それから春キャベツ、はい、はい、生でも美味しいんですが、はい、これはどんな風に味付けしてあるんでしょう。こちらはですね、梅酢をね入れたお出汁に、お出汁というか調味液につけておりますね、はい、梅酢が入っておりますので、その梅酢の酸味がね、はい、甘さを引き出して大変こちらの方さっぱりと召し上がっていただけます。そうですか。そうするとサラダ感覚でいただけるっていう、そんな感じでしょうか。そうですね、はい、それからですね、花キュウリ、それからタケノコ、はい、もうタケノコ、そうなんです、はい、あっさりした漬物で、タケノコは全部入れてもらったら、サブンでも茶色の全部もらえます。商品があるのが、こちらは煎り酒という伝統調味料を入れておりまして、ね、料理の一品のやつ商品なんです。そうですか。漬物っていうと塩辛いんじゃないかなっていう風な気がするんですが、はい、全然そうじゃないですよね。はい、そうなんです、はい、煎り酒は本当に旨味調味料っていう、そうですそんな感じですね。そうです、はい、春のこの食材をこの美味しい、マスロさんのお漬物で、はい、いただいてはいかがでしょうか。私もたくさん買って帰りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。